ございます。おはようございます。徳島新聞の角です。石垣島に来ております。今日は、ガイド船エスケープの山口船長にお世話になります。よろしくお願いします。今日はどんなところを住んでいく予定ですか？今ちょっと大潮なんで、ちょっと流れあるところでなんかベイトいっぱいいればなと思います。最近の釣果はどうですか？昨日一昨日もちょっと出たんですけど、ちょっと魚取れなかって、まあ、バイト終わったんですけど、はい、数日前は1本取れました。よろしくお願いします、はい、お願いします。97グラムです。おお、なんかブラッシュ効果がなんか期待できる。はいはいはい、というので、へえ、ちょっとこれをいい、ね、これでちょっと勝負したいと思います。おお、いいですね。どんな感じにアクションするんですか？潜るよ。おお。ちょっとこう力入れて。はいはい。おお。ヘッドディップあれですもんね。ちょっと強めに握った方がなんかブルブルっていう感じになりますもんね。ここでも痛くなってやすいですか？
余裕なホワイトでしたけど。だいぶ力使い方したんで。それの方がいいですかね。慣れた感じがね。はい。ツッコミがちょっと余裕ができますよね。頭まで。やりました。大きい。ノミアジ釣れました。嬉しいです。やった。ナイスサイズですね。ありがとうございます。よし、じゃあこのままちょっとリリースしましょうか。はいはい、そのまま立ってください。よいしょ。きます。はい。おお、元気。やりました。おめでとうございます。お世話になりました。いえいえ、ご先祖ありがとうございました。ちょっとチャンスあったんですけど、ですね、物にできなかったですね。あれ、だいたい場所でも何だったんですか。今日は1回目にバイトあったところが竹富の横の水道で、もう1回が、2回目が西表の水道です。今日も水道で朝言った通りなんか流れてるところ通ってきました。これからでも全然チャンスはあると思うので、寒くなってもこれから夏逆に海水温上がりすぎてるやつがだんだん下がってくるんで、魚の活性もちょっと良くなるかなと思います。ガキの釣れてるんで、はい、そうですね。御の字だと思います。今日釣れてたらなんか調子に乗ってしまいそうなんで。まあ3日で2本はちょっと多いかなって感じがしますよね。またよろしくお願いします。いえいえ、ごめんなさい、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。失礼します。